スタメン、伊坂が戻ってきてスタメンから落ちていたんですが、また伊坂の怪我によってチャンスをもらった1年生です。こちらは1番をつけました鷲見キャプテンです。これも拾っています。ラリーになる大事な1本、第1セット序盤です。バックアタック鷲見、すごいコースでした。山本のサーブ、これ奥を狙ってくるリベロが拾って切り込んできた、その松井です。バックアタック鷲見、はい、ここは守備での起用です。そのまずは落森が1本目、そして鷲見のスパイクはブロック3枚来ていましたが、吹っ飛ばしましたね、弾き飛ばしていきました。フロントには伊坂が上がってきました。鎮西追いかける展開です。ここはただ鷲見すごいコース、超インナーを抜いていきます。チャンスをものにしました。伊坂、鎮西の大エース、ここは切り込んできました。最後は連続でコンビを使ってきた高台福井。ジャパネット杯春の高校バレー男子準決勝、高台福井対鎮西の一戦、第2セットが始まります。第1セットは25対19で高台福井が取りました。ここはパワーサーブできた、バックアタックは、前に落としてくる。1本目はリベロの伊藤、こうなると高台福井のペースになります。鷲見はこれがフロントラストローテーション、その鷲見のスパイク落ちていない。最後鳥から追いかけていきましたが、鎮西としてはこのミドルどう防いでいけばいいんでしょうか。そうですね、まあ、まずサーブを打ってミドルをね、簡単に打たせないというところが大事ですよね。すごいつなぎを見せた、はい、ダイレクトで返ってくる、そして鷲見のスパイク、ここはレシーブのポイントだ、はい、まだ伊坂はバックローテーションです。ここはサーブレシーブのボールがダイレクトに返っていきました。1本目伊藤は丁寧に上げて、そしてこの鷲見のスパイク、伊坂追いかけていきますが追いつきません、残っています。一方鷲見はこれがラスト、その隅が切り込んできます。同じような攻撃を今度は隅が見せていきました。ポイント駿台学園が灯しました。対する高台福井、時間差中切り込んできてエースの鷲見旺成です。秋元のサーブです。バックセンター飛び込んできたノーブロック。サーブもパワーを増している秋元、バックセンター1枚鷲見、だからこそ積み上げたディフェンス力。対する高台福井はエースの鷲見は今度、鷲見対三宅雄大の駆け引き、この後も注目。亀岡のスパイクはワンタッチ引っ掛けます。もう一本鷲見、今度はクロス、今度でいった。あたりの駆け引きも素晴らしいですね。勝負のプレー、勝負の一本、得点につなげてみせる駿台の強さ。ああいいですね。ああ、よくブロックを利用して高校ブレーカーすると、まあ、駿台学園の一つの強さのポイントとしてゲーム内での修正力超えていく、その力を見せられるか。ダイレクトだ。長いコースオーバーで拾う亀岡、払いのフェイント上がってきた鷲見、もう一本叩き込んだ、連続ポイント高台福井、王手をかけている駿台学園。高台福井のタイムアウト明け、ラリーになって、さあエースの鷲見王手が一本決めた。落とせない一本の大エース鷲見が決めました。チームが話すディフェンスでのプレッシャー、守備から重圧を受けるんだ、まさにその力を証明している駿台学園。ただ超えていった鷲見旺成のストレート、これが駿台。さあ三度高台低い真ん中に行くブロック1枚、アンダーからやはり大エースがこじ開けていく。
4点を追いかけて時間差手を伸ばしたつないだボールはエースがそして決まった。さあ踏ん張りどころ高台福井、ストレート上がった伊藤、そしてエースへ抜いた、これがエースの背中です。亀岡のサーブバックセンター、包みだ、まだ終わらない。変わらず全てはこの一瞬のために。